OK、スイッチオン。録画スタート。OK、最近ね、この360度カメラ GoPro Max と、格闘しかしておりません。トシと申します。どうしてもこのね、カメラを活かしたくて、せっかく買ったんでね、かっこいい映像が撮りたいんですけども、マウントの仕方一つでね、大きく変わるんですが、今日はこのフロントフォークのところにね、この棒をですね、インシュロックで固定して、この位置でね、どんな映像になるかというところで試してみたいと思います。最近ね、バイクの仲間うちからはね、棒チューバーという名前をね、授かっております。この長い長い棒をですね、いろんなところに突き刺して、撮影をしているため、そういった称号をいただくことができました。恥ずかしい。滑稽でコミカルな走行動画から出したいなということで、なんとかかっこいいね、走行動画撮りたいと思います。これ以上伸ばすとね、バンクした時にカメラが地面に吸ったら終わりなんで、この辺りが限界かなというふうに思っております。では、いつもの道を走りたいと思います。レッツゴー。しかし暑くなりましたね。海の日7月22日にね、琵琶湖一周というツーリングを控えておりまして、今日はねその時に着ていく格好とかね、装備とかその辺のチェックも含めてね、走ろうと思って出てきました。かなり暑くなると思うんで、メッシュジャケットは着ていくんですけども、ズボンどうしようかとかね、ヘルメットどうしようかっていうところで、特にヘルメットはですね、少し前にジェットヘルでもね、カメラをつけてね、撮影できるようにしましたんで、そちらをかぶっていこうか、どっちかちょっと迷ってるんですが、今日はこのフルフェイスをかぶってね、どのぐらいの暑さかっていうところをですね、確認したいと思いますが、この山道のね、涼しいところを走ってても暑いです。ヘルメットの中にね、空気を取り込んではいるんですが、こんなんでは追っつかないですね、やっぱりね。やっぱりあんまりバンク刺すのは怖いですね。気になるし、で7月22日のツーリングなんですけども、まだまだね、参加者募集しております。今のところね、21台というね、すごい台数になってきましてね、もうこの際ね、何人でもええかということになってまして、日々ね、参加者の方参加表明いただいている状況でございます。もしね、参加可能な方は朝7時にね、琵琶湖の琵琶湖大橋の根元にある、道の駅に集合ということで、琵琶湖を時計回りに一周するという計画でございます。まあ朝は早いんですけどね、それはできるだけ渋滞を避けようということで、そういう風にしております。よかったらね、コメント欄かチャンネルの概要欄にメールアドレス書いてあるんでね、そちらで連絡いただけたらというふうに思ってます。はい、一旦道の駅に到着しましたので、コーヒーを飲みたいと思います。道の駅飛鳥の里大使と書いてます。いつも来んねんけど名前しっかり知らないというねことです。オーライ。今日は結構バイクがいらっしゃるんで、ここに停めたいと思います。到着。あとね、グローブを新調しました。ひと夏に1個ね、買ってしまいますね。夏のグローブはボロボロになるんで、ということでまだね、表面が馴染んでないんで、そのあたりもね、今日馴染んでくれたらというふうに思ってます。CB400TT ってマジ珍しいな。またえらいとこ目つけて変わったんですね。はい、エストリア、はい、ST か ST、 はい、はい、やっとって探しとったら、なるほど、より珍しい方が楽しいですね。けどちょっとしくったな。最低限走るために必要な部品すら出てこないみたいな。うんうんうん、歯ごたえありますね、これは。常にヤフオク見とかなあかんですね。ちょっとエンジンかけてもらっていいですか。渋い。セルで行くもんね。セルで行くもんね。
音よう似てますわ、俺のとそっくり。失礼します。やばい、ちょっと排気量の違いはあるけど音の雰囲気そっくり。ありがとうございます。おお、ホンダの音っていう気がした。今後ろは早速ちょっと入れ替えてあるのと、マフラーはこれ純正ですよね。シートはこれ外品ですよね。あとは純正っぽい。ほんまや。ちょっとサイズもデカめや。ウインカーも外品かな。あ、これノーマルなんですか。へえ。ハンドルがちょっと工夫されてるところですね。VF のハンドル、うん、セパハンの中の一種ですよね。そうですね、一応セパハンの部類ですね。僕乗ってるシルクロードとこのスイッチ類はそっくりですね。年代がね、一緒ぐらいや、うん、そう大体一緒ですわ。これはカスタム仕事やある。仕事はあるんやけど部品が出てこないという、ね、悩ましいバイクです。純正を保とうと思ったらね、うん、手間かかるから思い切ってがっつりやるか。でもやっぱり純正が一番ええとも言いますし、タンクはこれ純正のタンクですね。この形ですよね。去年ぐらいにあの五条のお店であのカウル付きの方あの出てたと思うんですね。はい、あれは高いですよ。確かね、でも40万台で並んでた。安いわそれやったら。安いですか。まあ、今ほんでちょっと古いの値段上がってますもんね。どれもこれもそれね、五条の風の谷っていうお店なんですけど、はい、あ、かっこいいなと思って見てたんですよ。好きな人は好きなの。カウルがでかいからいないの。この辺りも変わりますもんね。そうそう、カウルがついてるだけじゃないですもんね。これなんか聞いたことあんねんな俺。 RFVC 旧型のね、はい、半円旧型のヘッドで、はい、アルムが放射線型についてるっていうホンダのお家芸みたいな。さっき言ったお店で一回教えてもらったことあるんですけど忘れてた。で短気筒やけどもマフラー2本だし、はい、俺のシルクロードもなんですよ。まあアップタイプなんで上に来てるけど、エンジンの系列的には一緒ちゃうかな。形もよう似てます。あんまり僕ね古いホンダのこと詳しないねんけど、他のオフ車とかにも使われてたエンジンで、昔は頑丈やって言うて、あの、よかったエンジンらしいです。俺のキックついてないんですよ。同じエンジンでオフ車の方はキックついてるって聞いたことがあって、まあコストダウンのためになっちゃうから、キックつけるだけでちょっと高くなって。あ、そうですかね。今となってはキックついといてほしいですね、何かの時に。押しがけの面倒くさい。もうしんどいしね。 SR も買おうかなみたいな。うんうん、 SR って結局キックしかない、はい、キックだけですね。信号のところでエースとか回したら地獄見るから。一回押して寄せなあかもね。そうすいません言ってね。一昨日ね、奈良の田原本っていうところの二輪館のところにあのソックスっていう中古屋さん、最近出た SR のファイナルエディションって置いてあったんですよ。1200キロ走った新古車みたいな、130何万。新車で70何万って言うてて、言ってたんやけど、もうそれの倍ぐらいになっとんねん。やばいな。よっしゃ、ありがとうございます。いった。